気にしなくていいんだから、僕のこと好きにいじくっていいよ。もっと僕のこと愛してくれてもいいんじゃないですか。意味がない。お前の覚悟のほどは分かった。そこまでして好くのはよく分からないが、残念だがその用途にお前は使えない。子供を作れないのでは意味がないだろうからな。僕だってできるよ。はい、お待たせしました。そうですよ、のぞみさん。お赤飯を炊く前でも子供を作れる小袋でなくては意味がありません。僕は。ええ、できませんよね。私のここも、あなたのここも、子供のできないゴミ、役目の果たせない馬詰めです。だからそれ以外の目的で使わせてもらう。よし。もう少ししたら夜明けが来る。そうしたらお前は和池に駆け込んでここの惨状を伝えろ。奴らの腕も悪くない。治療してくれるはずだ。ここから東西南北、和池はこの辺りだ。わかるな？そのままカズイの世話になれ。近いうちに俺が行く。また切るの？クロが来てくれるならそこだっていくらでもしていいよ。いや、切るのはここだ。うわめっくな。なんてことを。今治療。でもクロウさんのお体どうやって治せば。落ち着け、京子。こんなもの、力を入れれば血は流れないし、一晩経てば傷も塞がる。でも、生えてきたりはしないでしょ。クロウさんの腕なんですよ。大事な、大きな手が、なくなった。すまない。謝るならやらないでください。それもそうだな。ダメですよ。もうどこも欠けたら
まあお前に腕を落とさせたからな。それにどうにか応えようとすればこうなる。ならないよ。なりません。ならないか。まあカズイへ潜り込むにしても俺の腕を手土産にした方が都合がいい。持っていけ。三枝の下僕どもが前線して蹴り落としたとでも言えばいい。クロウの腕を奴らに渡すの？そうだ、あとはやれるだけやってくれればいい。カズイ家では下僕の調整しつけを行っている。人員自体は多いはずだ。邪魔者を排除するのを手伝え。いいな。やり方は何でもいいの？わかった僕上手にするから。そしたら褒めて。一声はかけるさ。一声だけ？そういうのはやめろ。やった、本当にやめてくれって顔してる。僕のことちゃんと考えてくれてるんだね。ここまで思われていると違ってくるらしい。はいはい、それは終わってから考えましょうね。それとのぞみさん、傷でふらついてクロウさんに甘えようとしてますけど、お見通しですからね。本当は大したことないんでしょ？そんなことないよ。クロウさんはどうでもいいと思ってらっしゃるのかもしれませんが、私はそうはいきません。ほら、夜明けまで今しばらく時間があります。クロウさんは押し付けられても感じ入ってしまう素晴らしい方ですが、私はそうはいきませんよ。布団を敷いておきましたから体を休めておきなさい。三つ向こうです。京子さん、用意周到すぎるそんなに僕とクロウが妬ましいんだ？必死で恋仲を裂こうとするなんて、ぶざまぶざま。はい、必死なので先ほど布巾を取りに行くときに余裕を持って休んでおいた方がいいと考えて用意しておきました。確かにぶざまですね。気遣いができるのはいいことだ。のぞみ、京子に従って休め。クロウも一緒に。寝ないぞ。ここまで来ない以上、三枝の交代要員が来ることはないと思うが、朝までは警戒しておく。怪我してるじゃん。もう血は止まっている。この程度でどうにかなるほどやわな作りはしてない。いいからさっさとお前は寝ろ。意地悪すぎる。照れ隠しも尖すぎると嫌われちゃうよ。実情はどうあれ、照れだのなんだのよくわからん。お前を好きか嫌いかで言えば多分好きなのかもしれないが、それもわからん。僕はクロウに好かれたいんだけど、ダメ？俺はお前より京子をもっと愛したい。クロウさん、相手にしても堂々巡りするだけですよ。彼女はそれ以外の訴え方を知らないようですから。そ
そんなことないもん。京子さんだってクロウにおんぶに抱っこで甘えてるだけなのに何を偉そうに言ってんの。おんぶと抱っこ、いいですね。のぞみさん、ありがとうございますね。クロウさん、どうした。どうやら私はクロウさんに甘えているようですから、これからもっと甘えてもいいですか。そうしてくれると俺も嬉しい。遠慮しないのが一番だからな。そうですよね。どうですか、のぞみさん。お望み通りですよ。僕だって苦労に甘えるよ。ずーっと甘えてたし、いいよね。どうでもいい。忘れ物だ。寝ているところに届けてくれてもよかったのに。そうすれば引きずり込んで。今は京子だけでいいんだ。そう、私はクロウさんと寝ます。私はクロウさんと寝ます。よろしければこのまましてもいいですよ。ずいぶん対抗意識を燃やしていたが、俺は京子一筋だからな。もちろんです。私も九郎さん一筋です。それにもっと甘えていいのなら甘えたいと思っているのは事実ですし。とっても甘かったです。
それに三枝の奴らがここを調べに来るだろうから、その時に助けてもらってもいい。私がもっとしっかりしていれば、お前がこんなことになることも。己、やさか九郎、よくも私の大事な妹にまで。どうか、傷が痛むだろ。無理をするな。あの悪逆非道の男は私が必ず仕留めてやる。私喋らなかったよ。そんなことは今のお前のありさまを見ればわかる。よく我慢した。よく耐えた。あとは任せてゆっくり休め。母さんと放火に知らせを出せ。この子を和池へ連れて行って最高の治療を受けさせろ。もし死なせるようなことがあれば承知せんと伝えておけ。いいな。残りの者は屋敷内を捜索しろ。ここは私だけでいい。足が、私もあんな風にされるのか。やられる前に必ず殺さなくては。やさか九郎、あの鬼畜生をこの手で。